桃の舞台になったみたらしの海、桃への手紙は、沖浦刑事監督によるアニメーション映画である。2012年4月7日から、広島県、愛媛県の映画館で先行公開され、4月21日より全国で公開された。瀬戸内の小さな島の港町、塩島を舞台に、妖怪たちとの奇妙な交流を通して成長する、ハートフルファンタジーアニメ。 監督は、人道、人道の沖浦刑事。主演は、僕と彼女と彼女の生きる、道の宮間可憐。キャッチコピーは、気がつけば、私、一人じゃなかった。沖浦監督のルーツは、広島の友の裏にあり、本作制作の経緯は、自身のルーツである、瀬戸内海を描きたいという思いがあるという。塩島は、大崎下島をモデルにし、特に、 三太らい地区が多く取り上げられている。2011年12月15日に文化庁メディア芸術祭アニメーション部門の優秀賞を受賞。2012年3月に開催された第16回ニューヨーク国際児童映画祭の長編大賞を受賞。2013年3月芸術戦勝新人賞メディア芸術部門を受賞。先行公開では2012年4月7。 8日初日2日間で映画観客動員ランキング初登場第22位、全国276スクリーンで全国公開された4月21、22日の初日2日間で、公衆7、751万600円、動員6万1908人となり、映画観客動員ランキングで第9位となった。父を事故で亡くした桃は、母親の育子と共に、 幾子がかつて住んでいた瀬戸内の港町、塩島に移り住む。桃は生前の父と喧嘩して仲直りができないまま死に別れた。彼女に父が残したものは桃へとだけ書かれた書きかけの手紙だった。最後に心ない言葉をぶつけてしまったことを悔やむ桃は父が急死した現実を受け入れられず、島の生活にもなれず、周りの人ともなかなか打ち解けられずにいた。 そんな桃のもとに、岩川豆という三匹の妖怪が現れ、半ば強引に家に着いてしまう。食欲旺盛でなぜか、家から出ていかない彼らに困惑する桃だが、彼らには、見守り組という大切な使命があった。表記順、人物名。声優は公式サイトの作品情報キャラクターキャストより、当作は制作スタッフに、スタジオジブリ映画などへの参加で活躍する。 実力派アニメーターが多く起用されたこともあって、メディアからも注目作品の一つとして早くから取り上げられていた。テレビを中心に代々的な宣伝が行われ、制作サイドによる様々なキャンペーンも企画された。そのうちの一つに手紙キャンペーンが企画され、全国から大切な人への手紙が応募された。応募された手紙の受賞式は4月21日の 全国公開時にメイン劇場となった丸の内ルーブルにて舞台挨拶の中で行われ、広島県在住の沢谷康氏の作品が選ばれた。手紙キャンペーンはその後も続き、広島県在住の応募者を中心に優秀賞者が数人選ばれた。2012年10月26日発売。ブルーレイと DVD でリリース。発売、販売元はバンダイビジュアル。 2012年3月26日発売、ISBN978 から4から04から12190から、旧2012年5月26日発売、ISBN978 から4から04から12259から、3。ありがとうございます。